道の駅益子は、栃木県羽賀郡益子町にある、栃木県道41号筑波益子線の道の駅で、ある。2017年6月10日に開業約8ヶ月で、来場者が50万人に到達した。これは、当初の想定である、開業1年間で来場者30万人を大幅に、上回る盛況ぶりである。2018年2月25日に、 日本建築大賞を受賞。同年には日本建設業連合会主催の第59回 BCS 賞を受賞した。2021年、ヤギが飼われ始めた。愛称はヤギ駅長のヤックン。寮に闇溝杉、土壁にマシコ焼きで使われるオードを使用し、外観は里山が折り重なる様を表現。道の駅マシコ、オープン圏内24箇所目。 展示企画第1弾は、染色作品展。下付新聞。2017年2月5日閲覧。道の駅、益子、オープン地場野菜屋、益子焼きに、長蛇の列。東京新聞。2017年2月5日閲覧。読売新聞栃木版2017年6月11日33面。読売新聞栃木版2018年2月28日31面。 第59回受賞作品マシコ町地域振興拠点施設道の駅マシコ日本建設業連合会2018年9月2日閲覧 AB 読売新聞と賃金は2021年5月29日24面掲載ありがとうございます